まあ今シリーズにかける意気込みっていうのは人、ね、一,一倍という話は初日からお話しされてましたけど仕上がりの方はいかかがですかあの,昨日の後半は本当に仕上がったと言っても良かったと思いますあの伸びに関しては、まあ、チルド3度でどの程度の評価は、まあ、あの3度と言っても恥ずかしくないぐらいは、はいはい、逆に出足、回り足関係っていうのは、まあ、出足はこの伸びがあれば、うんえー、妥協の範囲内ですね。 まあ今シリーズね、えー、5走中4勝ということで、うん、スタートもバシバシ決まっている印象ですがそのあたりは、うん、あの意気価値があるので、えー、頑張っていってます。はいえー、今日は一号艇ですけれども当然コースは一応ロコースの予定です。はい、えー。それでは意気込みを一言お願いいたします。はいあのダッシュ島なんで、えー、ダッシュから優勝できるように頑張ります。応援してください。ありがとうございました。続きましては地元です。 後藤昌志選手です、おめでとうございます、あ,ありがとうございます、はいはい、え大きな声も飛んでおりますけれども、はいえね、隣の方が6コースからということは、実質、内側となります、はい、そうなると、まあ、ピット離れも含めて、そのあたりは、いかがなんでしょうか、はい、特に不安ないできのうは積極的に前に動いて、前付け策も出てということでした、はい、船足の状況というのは、今、どんな感じですか スロー向きの足に仕上がってると思います。あそうですか。はい、ちょっとのあの二日目ですか。微調整しただけでかなり足色が変化したと。そうですね。というコメントもありました。そ,ねはい、そのあたりっていうのは昨日調整っていうのはうまくいった感触。はい。あのダメな方向は分かったので、はい。大丈夫だと思います。はい、ね。前走の唐津から連続輸出そしてね、まあ前走も優勝ということでリズムはいいですよね。そうですね。はい。はい 地元ということもあって意気込みも人でしょかと思いますファンの皆さんに一言お願いいたします。はいえっと鎌倉から一番近い枠にコースになりそうなのでまああのしっかりモノにできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はいありがとうございました <laughs> え。続きましては大場元明選手です。三号艇ということになりますけれども、はい、え仕上がりの方は今いかがですか。 いやちょっと後半になるにつれてちょっと足の差も少し感じてきてるんですけどはい昨日はあの大外隣にね澤選手を置いての調整ということで、はい、どんなところをちょっと伸びつけようとして失敗して逆にあの行き足が悪くスタートは決まらなかったですあなるほどまあそのあたりはじゃ昨日のその調整を踏まえて今日はそうですね今朝戻してちょっと試運転してきましたはいあの乗りやすさはあるとそうですね乗りやすさだけで うん、なんか取れてる感じはあるんで、まあ、突きもありますけど。はい。うん、足に関しては、評価としては、どの程度。まあ、中、本当中堅だと思います。はい。そうですか。今日は、まあ。元の状態に戻して、そこから船足、上積みというのは、どうでしょう。そうですね。もう。まあ、ごちゃごちゃしそうな。展開になれると思ってるんで、まあ、そこを抜け出せる。足に仕上げたいと思ってます。出足が強力とか、そういうことは。そうですね。あの、ば。 く踏まないんであの握ったらすぐ縦に行くようなはいそこを求めていってますはい、えー、それでは意気込みを一言お願いいたします、えー、スタートをいって見せ場作ろうと思います応援よろしくお願いしますありがとうございました、えー、続きましては深井俊久選手です四号手となりましたはい、はい、ですがちょっと動き的にはスローからになるのかどうかそのあたりどうでしょうまあそう。 ですね。うん、はい、もう普通に行ったらそうなると思います。はい、はい、あのー、スタートに関してはどうですか？ここまでうそうですね。自分の中でちょっと届いてないかなとは思うんですけど、あのー、それなりにはいけてると思います。うん、足に関しては？ううそうです。試運転の感じはあんまり良くないんですけど、レース行くとあのー、それなりにいあのー、イケてるんではい悪くないと思います。行き足から伸びなんかはどうですか？うん、ちょっと。 まあそんなに強くはないですかね。はい、普通は普通はあります。ますはい、えー。握った時のあの感触なんかは今シーズいかがでしたか。そうですね。いいと思います。あの悪くないですね。ちゃんとついてきてくれてると思います。はい。今日は優勝戦まで何か調整で考えることはありますか。そうですね。あのもう少しあのあの上積みを目指して調整していきます。もう少し出そうな気配が昨日は感触ありますか。 やってればいいかな？っていう願いを込めて<あ>はい、わ、はいはい、かりましたえ。それでは意気込みを一言お願いいたします。えと一生懸命走って、えー、と優勝できるチャンスがあると思うんで、頑張っていきます。応援してください。ありがとうございました。え、続きましては山本選手です。えー、5号艇ということになりまして、パワー的にはいいというコメントは連日出てました。 はい伸びはいいんですけれども、はい、ちょっとターン周りが悪いですね、うん、今日もね朝からもう本体をご覧になってたようですが、はい、ちょっと気になるところとかは見つかりましたかいやー見つからないですね、はい、<laughs> えこのあと、どうでしょう、この乗り心地の部分っていうのはんプロペラいろいろ試してるんですけれども、うん、ちょっと来ないですね、周り足が。うんうん、ただ、やはりこの優勝戦のこの位置にいるということは、足レースー足に関しては。そうでですねエンジンジがいいんで、うん あ、これてるんですけれども。うん、伸びはどの程度の評価。まあ、中堅上位ですね。うん、はい。あの、周り足関係は。やっぱ、乗りづらさが。がもう中堅ないかもしれないですね。<ー>はい。そこで乗り心地が来れば、もう。うーん。押しがない感じです、ね。あ、そうですね。はい、じゃ、そのあたりが来れば、という調整を、はい、もう、もう、もう、人調整ということですね。あとは、スタートですけれども、見え方はいかがですか。スタートは、全然見えてないです。そうですか。 ちょっとじゃあまだ全速では行ききれてないいや全速では行ってるんですけれども、はい、思ったよりもタイミングが届いてないですねあそうですか、うん、じゃあその辺りも含めてと、うん、いう形ですかねはい、はい、えー、それでは意気込み一言お願いいたしますはいえー、っと精一杯頑張ります応援してくださいありがとうございました続きましては、えー、こちらも地元矢子武選手です六号艇と はい、いうことになりました。まあ連日ね、あの澤選手と一緒のレースが多かったりということもありまして、はい、<laughs> そのあたりも見せ場を作ったりというレースもありました。そうですね。自動的にそうなってたりしましたね。あのど,どうなんでしょう。船足の方は手応えとしては、三十八パーセントぐらいはありそうな感じの足になっていると思うんですけど。うん、いやいいところもあるという、うん。伸びがややいいかなという感じですか。うん 紗和、ね、選手よりも先にこう攻めていくレースもありましてそうですね、はい、じゃ伸びに関しては一定の評価をしている、はい、その他の船足に関してはまあみんな同じような感じじななんじゃないですかね,、うん、まあね矢後選手というとなんかこうチルトを跳ねるイメージもあった時期もありましたけれどもいやいやいや昔の話です <laughs> <laughs> 今日はもうその辺りはチルト。 ちょっと一工夫ぐらいですかね。あ、そうですか。はい。ええー、まあ六号艇ということですけれども、まあ侵入的なところはね、あの自動的に五コースになるのかなと思ってますけど。じゃあそのあたりを踏まえての調整。はい。はい。ということですね。えー、それでは意気込み一言お願いいたします。あ、はい、えー。頑張って船けに絡めるように努力します。よろしくお願いします。<laughs> ありがとうございました。